はい、上下の話します。入ってください。はい、上下の話ですね、整列を行っていきます。まず、術前の状態ですね。前の歯をですね、ラミネートベニヤをね、貼ってる状態です。もともとの歯の変色がね、強いですので、ベニヤで色をカバーしてる。ここちょっとベニヤが剥がれてる状態ですね。で、奥にもこういった銀の詰め物であったりとか、銀歯もありますので、この部分ですね、全体的に、きれいに整えていく。金属のね、かぶせ物も入ってます。で、下の歯も1本かぶせてる部分と、あと全体的な変色も強いですので、上下ですね、しっかり銀歯を含めて、きれいな歯並びですね、お作りしていきたいと思います。噛んでください。それに到着してます。はい、入ってください。はい、最初ですね、セラミック装着します。術前がですね、歯の表面、ラミネートベニヤをね、貼り付けてた状態だったんですけど、やっぱりちょっと変色が、少し出ている部分がですね、結構目立ってたことと、あと歯の、剥がれた部分含めてですね、色合いのばらつきもありましたので、上の歯の見える範囲ですね、しっかりセラミックで白く仕上げさせていただいてます。で、下の歯もですね、変色が強かったのと、1本だけちょっと白い部分がね、残ってたのもありましたので、その部分含めて上下とも見える範囲、白くね、綺麗な歯並びに仕上げさせていただいてます。はい、噛んでください。